坂本デイズ。ん？どうも坂本さん、実は今日この町を立つことになりそうで、その前に挨拶をと。うん。重いまして、雨で起動ないダメだ、思考が読めない。どこだ。くそ、ひとまず体勢を。よかったよかった、目覚めた。ここは坂本商店の2階よ。よかったらご飯食べてってね。え、お米は大盛り、特盛り、メガ盛り、普通で。なんでこんなことに。俺は任務を。いただきます。まさか毒か。毒の訓練なら死ぬほど。うまい、あったかい。昔のあなたと同じ反応してるパパ。なんだこの感情。殺し屋の仕事では味わったことのない。そうか、坂本さんはこのなんてことない日常を守るために殺し屋を辞めたのか。ごちそうさまでした。やっぱかなわねえな、坂本さんには。話ってなんだ、シーン。情けねえ。結局てめえじゃ坂本はやれなかったか。ボス。坂本さんを見逃してくれませんか。なんだ、まさか土下座とはな。なぜだ、なぜ坂本をかばう。今のあの人にはもう帰るところがあるんです。坂本はこの世界のルールを破った、責任を放棄したんだ。だから殺す。責任というなら代わりに俺が死にます。坂本さんは見逃してください。なぜそこまでする。憧れの人に銃口を向けちまった俺なりのけじめです。いいだろ、てめえが死んだら坂本はやらねえでやるよ。け、くだらねえ。なわけねえだろバカが。さっさと死ね。丸聞こえだぜ。まあそんなこったろうと思ったけどさ。しまった、こいつ心って。殺せ。はっ、やるしかねえか。何してる、たった一人に。こっちの動きが読まれてるみたいで。ち、弾ももう少ねえ。奴はエスパーだ。近づきすぎると心を読まれるぞ。は、行くしかねえ。隠れて狙い撃ちしてやる。そこか。しまっ。し、あ、坂本さん来たか。坂本を殺せ。今
見せるぞ。サカモト、クソか。すげえ、これが伝説の殺し屋、坂本太郎。あ、そうだ、坂本さん、なぜここが。俺の銃と、盗聴器。まさか昨日の戦いの時に。この人、さては俺のこと信用してねえな。油断も隙もねえ。坂本さん、決めたんです。俺、今日でこの町を。エプロン。時給800円、850円残業手当のあり。坂本さん、隣でラーメン食うのやめてもらっていいすか。このシャツ新品なんすよ。その汁が。もうラーメンの在庫もあんまり。あら、しんくん似合ってるね。あ、そうっすか。板についてる。困ったね、洗剤が見つからないね。ばあちゃん、洗剤ほれ、ここ。あら、何も言ってないのによくわかったね。ありがとうね。さすがエスパー。うん、僕やっぱり奥さんのエプロン姿のが好きだな。聞こえてんぞ、エロガキ。ねえ、仕事って楽しい？ああ、まだよくわかんねえけど、まあ、前の仕事よりはな。前は何の仕事？喋ったら殺す。まあ、掃除屋みたいなもんかな、社会の。こうして再び俺は坂本さんと一緒に働くことになった。いらっしゃいませ。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしくね。